敦賀の春を彩る金ヶ崎宮の花替え祭りが3月30日から今年も始まりました。花替え祭りは明治時代に金ヶ崎宮を訪れた男女が桜の小枝を交換して思いを伝え合ったことに由来するロマンチックなお祭りです。福娘と花替えをすることで幸せになる、願いが叶うとされています。初日の30日はまず福娘が神様に挨拶する初日祭が営まれました。今年の福娘は敦賀や京都、東京に住む10代から30代の5人が選ばれました。初日祭の後は境内でオープニングセレモニーが行われ、郷土太鼓伝承会の力強い演奏が開幕を告げました。そして敦賀観光協会の池田雄太郎会長が、皆さんの協力をいただき最高の花替え祭りにしたいと挨拶しました。続いて米沢浩二市長が、敦賀の人みんなで私たちが小さい頃からある花替え祭りを盛り上げていけたらと祝辞を述べました。このあと米沢市長らが福娘と最初の花替えを行いました。互いに花替えましょうと声を掛け合い、桜の小枝を重ねて祭りの無事をお願いしました。また賑やかな餅まきも行われ、参加者には笑顔がこぼれました。日が暮れ始めた18時、金ヶ崎宮では朗読劇が始まりました。フリーアナウンサー福田吹子さんが金ヶ崎宮の祭神の一柱である高永親王の恋物語を読み上げました。ご存知、源氏物語の一場面に、私は今ここで腹をかき切り、海底の竜神となってその船を止めてみせよう。見ておれ、そう叫ぶと旗の竹粉は注文時に腹を切り、深い海へと姿を消した。また朗読に合わせて雅楽の演奏が披露され、流笛の優雅な音色が夜の金ヶ崎宮に響きました。朗読劇の後は今回が初めてとなる夜の花替え神事が行われました。ライトアップされた桜の下、参加者たちは福娘と花替えましょうと言葉を交わし、桜の小枝を重ねて幸せを祈りました。花替えの後は抽選会が行われ、会場は大いに盛り上がりました。夜の時間帯での花替え神事が初めてだったんで、ちょっと珍しいと思って来させていただいたんですけども、今回来てよかったです、はい、こういう神社という厳かな場所で、桜が見れて、またあの海が見れるという場所ってなかなかないと思いますので、またあの機会があればこちらお参りさせていただきたいと思います。金ヶ崎宮の田村則夫宮司は、金ヶ崎宮は夜桜が楽しめる市内でも貴重な場所、これからも夜の金ヶ崎宮が特別な場所になっていってほしいと話していました。